NHK 大河ドラマ「光る君へ」第35話が15日放送された。道長、江本タスクは、中宮、秋子、三上愛の解任祈願で御嶽茂でに出発。道中で険しい崖を登る場面があり、XQTwitter では、「ファイト一発」の文字が飛び交った。道長は、息子の頼道渡辺圭介、源俊方。 本田ダ大輔、ラと御嶽タでへ向かう。しかし、険しい皇帝と悪天候に悩まされる。一方、一条天皇、潮の秋久は真宙、吉高ゆり子の各物語に興味を持ち、真宙に物語の真意を尋ねる。そして、真宙は秋子に、三角に誠の妻になりたい、と仰せになればよろしいのではないでしょうか、と伝えるのだった。 当時、御嶽毛では命がけの、難行、で、この日の放送では、道長たちが白装束で崖を登るシーンがあった。途中、年方が足を滑らせ、滑落しそうになったが、上にいた寄り道が手を伸ばし、年方を助けたのだった。このシーンに視聴者が反応。あの栄養ドリンクの CM を思い出した視聴者が多かったようで、ファイト一発御嶽毛で、 平安式ファイト一発。本当にファイト一発リポビタンデーの CM みたいになってて笑ってる。ファイト一発のシーンはほとんどの視聴者が同じことを思ってたよね。のコメントのほか、源の年方の絵星が脱げてしまって、つまり今下着を履いていないも同然の状態かと思うと複雑な気持ちわら、絵星が脱げちゃったのにもハラハラしちゃった、などの声があり、盛り上がった。